ルクセンブルクのユーロビジョンソングコンテストでは、ルクセンブルク対抗国におけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ルクセンブルクは第1回の1956年大会からユーロビジョンに参加している。ルクセンブルクはユーロビジョンにおいて最も成功を収めた国の一つであり、5回の優勝を経験している。ルクセンブルクは 1980年代から1990年代初期に不調が続いた後、1994年大会から大会には参加していない。ルクセンブルクは国土が小さく、ルクセンブルクの放送局内部での選考に基づいた代表選出となっているため、ルクセンブルク代表として参加したアーティストのほとんどは、ルクセンブルク国外の出身であり、特にフランスのアーティストが多い。 ルクセンブルク代表として優勝した5人のアーティストはいずれも外国人であり、こうした点は他のユーロビジョン優勝国と大きく異なっている。優勝者のうち4人はフランス、1人はギリシャのアーティストであった。合計38回の参加のうちわずかに4人の歌手のみがルクセンブルクの出身である。2004年大会では RTL は11年の不参加の後に ユーロビジョンへの復帰の意向を見せた。しかし、資金的な困難のため、ルクセンブルクは参加を見送った。RTL が2005年大会に参加するとの強い噂が流れた。しかし、RTL は後に参加を否定し、大会へは決して参加しないと表明した。2008年、RTL は大会復帰への意向はないとした。国際的なユーロビジョンのファンクラブであるオガエの ルクセンブルク支部は、ルクセンブルクの大会復帰を求める運動を展開している。クラブが主催する2008年のイベントでは、ルクセンブルクのコリンヌ・ハーミスを、2008年大会のポルトガル代表のバニア・フェルナンデスと共にフィーチャーし、ルクセンブルク国内のメディアの関心を集めた。RTL は2度にわたってこのイベントについて報じ、コリンヌ・ハーミスへのインタビューを紹介した。 ルクセンブルクから高得点が送られた国々、ルクセンブルクに高得点を送った国々、出典。ありがとうございます。